お届けボーイの辻と志村です。今日の商品はこちら、上日産業さんの水回りこれ1本です。今日はこの商品を、はいはい、こちら水回り、水垢ですとか、うん、石鹸カスですね、はいはい、を、取ってくれるという、これ1本よぐらいかな、これ1本あればいけるってこと、お風呂のところから、お風呂洗面お風呂あと台所周り、僕ちゃんどんだけお風呂掃除するの。え、ということはこの先週のバスポリッシャーと、はい、これさえあればもう完璧です。完璧です。ピッカピカですよ。あららららららら ら, ら。直接吹きかけるんですけども、うん、その後にどうしてもこの吹きかけるのは裏側とか。裏側あるあるあるよ。蛇口の裏なんか。あるある。かからないんですよね。うん。その時にこのハケが。へえ。ハケで塗るんです。めっちゃ本物みたいな。シュッシュってやってこれでこう塗っちゃう。塗って、その場所により長くこの洗剤を残しておくという。もうふふりふふあの吹かない。もうあとはもうジャーと流すだけで。へえ。それで取れるの？ピカピカになります。言うたね、ピカピカで。お前ね、はい。それではこれの効果をこれから試しに行きたいと思います。はい、それでは行くぞ。おお。よいしょ。よいしょ。はい。やってまいりました、はい。こちらでございます。通常こすっても取れないこの辺の汚れですね、うん、これを引っ掛けて、あ、そこの汚れね、あ、ハケで、あ、そういう風にハケで塗ります、塗ります、これハケだからね、本当に手の届かんとこでも、すごい、そしてたくさんスプレーしなくて済むので経済的です。あ、そうかそうか、塗り伸ばすっていうかハゲで伸ばすわけやね。今回はちょっとこのままもう拭き取ります。あ、先ほどのこれよりは、あ、綺麗なんだ、はい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 、綺麗、おお、はい、本日ご紹介しましたのがこちらの、水回りこれ1本でございましたね、はい、台所から、はい、それから洗面台、はい、お風呂場、はい、そういった水回りこれ1本で、綺麗になると、はい、素晴らしい商品、ぜひこちらの方お買い求めください。どうもありがとうございました。